楽うまクッキング。今日は広島市西区古田台、ロケーションも素敵なレストランゾーナイタリアで、旬の食材を本場イタリアの味に変える道浜誠二さんの登場です。では道浜さん、よろしくお願いします。お願いします。今週は美味しい豆レシピ、今日はこちらを作ります。豆たっぷりパスタということで、まあ、確かに見た目にもお豆がゴロゴロとしていますけれども、そうですね、はい、今日はまたちょっとここには見えない違った形で裏技として豆も使う、はい、はい、いうことで楽しみにしておいてください。早速クッキングスタートです。はい、じゃあまずですね、このようにお湯をね、はい、沸かしてあるんですけど、はい、ここに 1% のお塩を入れて、はい、まず今日はまず豆を入れていきます。早速、はい、今日はそら豆とスナックエンドウとインゲンですね。はい、はい、じゃあこちらをね茹でます。はい、下茹でです。大体30秒ぐらい。あ、そんなにサッとでいいんですか。そうです。また後から火の方を入れるんで、はい、一回ここで下茹でをします。またやっぱりお湯で茹でると、そうですね、色がパーッと明るくなりますね。鮮やかな色になってくるのと、ちょっと緑臭さがちょっと抜けてくれるんで、サッと下茹でする。あ、なるほど。なので、はい、じゃあもうこのぐらいでいいんで。はい、綺麗です。鮮やか、鮮やかな。これからやっぱり暑くなってきて、この目にも涼やかっていうのがいいですよね。そうですね、はい、じゃあこのままですね、このお湯にスパゲティを茹でていきます。はい、はい、豆を茹でた同じお湯でスパゲティです。はい、はい、今日は 160g。 そうですね、これだけ今日は 1.6 ミリの麺を使っているんで、はい、まあ、大体7分ぐらいですね。はい、はい、茹でておきましょう。はい、じゃあこの間にですね、はい、今日はひき肉です。豚肉の、うん、粗挽きがあればこの粗挽きのお肉を使ってください。はい、はい、じゃあこちらにですね、ちょっとお塩。確かに粗挽きの方がお肉感が、お肉感が出ますかね。ゴロッとしてくるんで、下味塩コショウです。はい、そしてここに小麦粉ですね。さらにここで小麦粉、はい、はい、はい、で今日ここちょっとポイントなんですけど、はい、豚のひき肉、これよくこうボロボロにミンチ状になるじゃないですか、うん、そうしないでひとまとめに、このようにひとまとめにして、はい、このままちょっとこう焼いていきます。ひき肉なのに、はい、なんかハンバーグみたいに。あ、なるほど。ちょっとそれでお肉のうまみをね閉じ込めていきます。あえてまとまりのまんまでいいんですね。あえてまとまりのまんまでいいです。はい、これオリーブオイル敷いたねフライパンに、もうこのままこの形のままで、はい、あんまり動かさずに。そうです、もう表面両火で1分ぐらい焼いていきます。 はい、じゃあこの間にちょっと、はいはい、豆を剥きましょうか。はい、その豆薄皮ついたまま茹でてあるんで。はい、そら豆大好きです。大好きですか。はい、いいですね。あ、そう、つるんとした可愛いのが出てくるんですよね。あ、いいですね。ちょっとこうして、かわいい。このまま食べてしまってはいけませんね。しまってはこのままもうここら辺まで来てるんですけど、しまっては我慢しよう、なくなります。ね、熱っ。あ、熱いです。気をつけてください。熱いですね。あ、みずみずしい。あ、いいですね。手伝いましょう。はいはい、これへこんでるこの黒い部分から。そうですね、これ剥き方が、僕はちょっとこのへこんでるところを、はい、切ってそのまま指でスッと出すんですけど、わかりますかね、この三河さんのこの黒いところ。黒いところを取って、ここでスッと、ここだけ指で取って。そうです。あ、早すぎます。ほら、黒に取って、ここのケツを取ってもらって、はい、結構、あ、元気だった。暴れてしまいました。トゥルンとしてますからね。はい、はい、じゃあちょっとお肉が今焼けてきたんで、はい、あ、すみません。はいはい、あ、ありがとうございます。はい、じゃあ一回ね、このお肉取り出します。よいしょ。あ、本当だ、ハンバーグですね。ハンバーグですね。はい、はい、じゃあ、はい、抜けましたかね、はい、もうちょっとですかね。もうちょっとです。もうちょいありますね。はい、抜きましょうか。
もうないかな。あ、もう一個。はい。行きました。はい、じゃあこのままここのフライパンにですね、はい、下茹でした豆を炒めます。はい。よいしょ。はい。あ、いい。またさらにいい香りがね、豆の。そうですね。していきます。お肉を焼いたそのフライパンで、そうです。その油がまんままた豆にこう伝わってくれるんで。なるほど。はい。でもさっと炒めたらですね、ここにですね、はい、はい、玉ねぎのスライスですね。はい。そしてニンニク。はい、みじん切りにしたものです。そして生姜の千切りです。細切り生姜、はい、はい、こちらをこう炒めていきます。これ今日ポイントです。はい、このね、生姜を入れることでこうなんか引き締まってこう豆の味をね引き立ててくれるんです。お豆と生姜って相性がじゃあいいんですか。いいんですよ。また豚肉とも相性いいじゃないですか、生姜は。なんでこう、はい、全体の味を。またこの香りたまらないですね。たまらないですか。はい、食欲そそりますよね、この生姜の香りが。ニンニク、生姜、それに加えてお肉のちゃんとしっかりした旨味、いい香りしてます。はい、じゃあこのぐらいもう色づいてきて炒まってくるんで、はい、ここにですね、今日はですね、あの白いんげんの水煮、さらにここにお豆、はい、はい、を入れていきます。でこの今日はあのちょっと緑じゃないこの白いんげんの水煮なんですけど、はい、これを入れてこうちょっとこうやって潰してあげるとこう全体にこう豆の甘みがソースに行き渡ってくるんで、白いんげんはちょっとソースとして使っていきます。確かにインゲン豆とかはこのプチッとした食感が生きた方がいいんですけども、ね、この白インゲン豆には潰して、そうです、こういう風にソース状に、ソース状にペースト状にしてもいいと。そうです。そうするとなんか全体がねこう丸く豆の甘みが伝わってくる美味しい味になるんで、このフライパンだけでかなりの豆がいただけますね。はい、じゃこの辺ね詰めたらここにお湯を入れてもらって、はい、でちょっとした顆粒のブイヨンですね。はい、お湯 60g にブイヨンは 2g です、はい、でこちらでちょっとこう最終的にこう豆に火を通していきましょう。なるほど。はい、でこの間にですね、先ほど焼いたお肉ですね、はい、戻します。はい、でここで初めてちょっとお肉をちょっとこう崩してもらったら、もうお肉の中にまだこれ旨味が残っているんで、またソースの中にしっかりとじわっとお肉の旨味がここで初めて崩すことによって出ていくわけですね、はい、そうです。なので最後にここで最終的に火が入れば大丈夫なんで、お肉も、はい、これでも好みによってお肉の大きさも変えてもいいかもしれないですね。そうですね、大きめがいい人はそんなに崩さずに、そうですね、ゴロッと残してもらっても結構ですし、うん、赤でこういう崩してもらって全体のソースの味としていっても全然いいと思います。これ白いんげん豆がこうやってちゃんと焼いていくととろみが出てきますね。そうですね、こう全体にソースがとろーんとしてくるんで、じゃあちょっとこの、はい、ソースの段階でちょっと豆も一緒にじゃあ味見してみましょうか。どうですか。あ、美味しい。わあ。いいですか。いいです。白いんげん豆が本当に甘い。甘いですか。はい。全体のねおソースになってますよね。うん。じゃあ最終的にいきますね。うん。はい、じゃあそろそろ麺が上がったんで。はい。揚げていきますね。このフライパンにパスタ投入です。はい。そうです。いいですこれ。いいですか。豆ごとの食感が違って。そうですよね、いろんな食感があるんで、うん、あえてこう緑の豆は食感残して、でもそら豆はホクホクしてるんでね、はい、はい、じゃあちょっとね静止的にこの茹で汁をちょっと入れましょう。はい、はい、出し上げます。はい、でこれしっかり和えていきましょう。このインゲン豆でとろみが出ることで、はい、パスタに絡みやすくなりますね。そうですね、パスタのソースみたいなね、うん、あ、これ
れだけ一気にお豆が取れたら栄養も抜群ですね。抜群ですね、ちょっと味見しますね。塩、はい、はい、バッチリです。はい、はい、じゃあ盛り付けます。はい、いい香り。なんか一度にこんなにお豆を使う料理ってあんまり。そうですね、はい、もうどうやって調理していいのかなと思いますけど、ここだけでも4種類ぐらい、一気に取れちゃいますね、うん、4種ぐらい入ってますよね。旬の食材だけあって生き生きとして色も綺麗です。はい、はい、じゃあですね、仕上げに、はい、粉チーズたっぷりかけましょう。はい、で胡椒ですね。はい、で最後に今日はちょっと豆なんで豆苗を。ここも豆、豆つながりで、はい、はい、完成です。本当に豆たっぷり使ってます。です。豆たっぷりパスタ完成です。では材料を見ていきます。豚ひき肉を使いましたが、今回はバラバラに炒めずにひとまとめで焼き付けて使いました。そうすることで閉じ込めた旨味が煮込んだ時に引き出されてより美味しく仕上がります。そして生姜の千切り、細切りを加えました。この生姜が入ることで豆の味を引き立たせることができます。さらに白いんげんの水煮を加えて崩しながらなじませることで旨味がよりアップします。豆の旨味を生かした美味しいパスタ、ぜひ作ってみてください。いただきます。はい、今日見ててずっとよだれが止まりませんでしたねこれは絶対に美味しいと思いながら。そう、この色といい、また香りですよね。そうですね、いい香りしますよね。うん、いくらでも食べられそうですこれ。そうなんです。ただ味付けは本当にシンプルで、うん、シンプルですね、なんといっても隠し味は白いんげん豆、なんか本当白いんげんがしっかりソースになってます ね。で、そら豆やスナップエンドはプリプリで、美味しい。豆の旨味を本当に最大限に生かされて甘みを感じますよね。ぜひこの旬の時期に作ってみてください。さあ来週は丸々一つで簡単レシピです。月曜日は北村さんにレンジ一つでカツオのたたきを教えていただきます。どうなるんでしょうか。道浜さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。